はい、では始めていきたいと思います。はい、はい、で今日はですね、リブレオフィスのライターで、そうですね、スタイルの設定とそこから、まあ、設定をした文章を、標準のデフォルトの文章として設定をするというところまでをやってみたいと思います。はい、それではですね、リブレオフィスを起動しました。で次にライターを起動します。で通常ですね、スタイルを使わないで、ここに文章を入力をして、で例えば太字にしたいといった場合にこう直接ここにですね、太字とか、斜線とか下線とかっていうところを直接指定していってる方が多いんではないかと思うんですが、でこれですね、スタイルという機能を使うといろんなところで、非常に便利に使えるということで、まず、スタイルというものをご紹介したいと思います。はい、で右側のサイドバーの中にですね、スタイルというボタンがあります。でこちらクリックしていただくと、この文章に使えるスタイルという、まあ、標準で設定されているものの一覧が出てくるんですけども、パッと見すごく複雑に見えるんですが、まあ、標準の文章ですとこの標準段落スタイルというものが適用されています。でこれ右クリックをしてですね、編集と選択していただくと、この今この初めの1行目に設定をされているスタイルというものの一覧が出てきます。で例えば1の設定だとかですね、フォントの設定であるとか、まあ、様々かなり多数な項目が、設定可能になっております。で今日のところはですね、フォントですかね、フォントを設定をしておきます。でデフォルトですと、アジア用のフォントの他に、西洋言語用のフォントというのが、別に設定されてるんですけども、これ例えば日本語の間に半角英数が入っていたりすると、日本語は日本語用フォント、半角英数は半角英数で別のフォントが適用されるという形になって、まあ、ちょっとあべこべな印象になってしまうと。こんな経験結構ないですか？結構ありますね。やっぱありますよね。で、ここをですね、まず揃えていきましょうと。で、アジア用フォントと同じ設定をこちらにも、プルダウンから選ぶこともできますが、まあ、コピー貼り付けでも大丈夫です。でこれで同じフォントを設定をして、はい、でサイズも、合わせておきましょう。で同じフォント同じフォントサイズで、これを適用をします。そうしますと日本語はもともとノットセリフが、設定されるんですが、ここに、半角英数を入力しても、これもやはり、同じようにノットセリフが適用された状態でフォントが揃うようになるわけですね。はい、はい、そうです。で、まあ、これ標準の文章についてはこの標準段落スタイルというものがあって、で様々な、まあ、この文書内のパーツによって、標準の設定というのが、変わるようになってます。でこれは、まあ、おいおい機会があれば触れていきたいと思うんですが、でとりあえずですね、標準のこのフォントを揃えた状態の設定ができましたので、でこの状態の白紙の文章をですね、まあ、新規文章を作ったときにこの状態から始められると便利でしょうということで、はい、
はい、テンプレートにするっていうことですかね。そういうことです、標準のテンプレートとして、設定をするというところを次にやってみます。ファイルのここですね、テンプレートで、テンプレートとして保存というメニューがあります。これ選択してもらうと、次にですね名称を入力できます。この場はオリジナル、あらオリジナル、あらオリジナル、なんか、標準と、はい、で自分のテンプレートに選ぶんですね。自分のテンプレートを選んで、保存と、うん、はい。でもう一度、今度は管理を開いてみます。そうすると、自分のテンプレート、これテキスト文書というのがライターの文書を示しているんですが、例えば表計算とかもここに言い分けられて保存されています。で、今はライターですので、テキスト文書の中の自分のテンプレートと選んでもらうと、先ほど保存したオリジナル標準という名前のものが出てきます。で、これをですね、右クリックをして、規定に設定とやると、ここにアイコンがつきます。で、これで一応標準という形に設定が済みましたので、で、一旦文書は閉じて、では、改めて新規文書を作成してみます。うん、これ、はい、テンプレートのやつが最初に出てくるんですか。そういうことです。先ほどあの標準のテンプレートとして設定しましたので、今度は新規文書を開いたときには先ほどの設定済みの文書が呼び出されるはずということですね。で、まあ、真っ白の状態だと分かりにくいですが、スタイルのところを見てみましょう。はい、このようにフォントの設定が揃った状態のものが新規文書として、起動しているということが確認できます。で、実際文書も入れてみましょう。あ、日本語は、ノートセリフが標準で入ってますが、では半角英数ですね。はい、このように同じフォントで揃った状態で新規文書を開くことができるように、設定することができましたと。なるほど。はい。といったことで、初期新規文書ですね、設定が自分のもっと好みになっていたらいいのになという時が結構あると思うんですが、この手順でもって新規文書をですね、自分の好みの状態にカスタマイズすることができますよと。はい、で毎回やる必要はないってことですね。はい、そうです。一度設定してしまえば、次に新規文書を開いた時には必ずこの状態で、文書が開くということですね。なるほど、はい、かなり便利そうですね。はい、ぜひ使ってみていただきたいと思います。